ちは。今日はフリルのバッグを編んでいきます。材料はダイソーさんのメランジテイスト、グリッターベール、そして底板。使うかぎ針は10号と7号です。それでは早速編んでいきましょう。まずはじめにこちらの底板にメランジテイストを編み付けていきます。楕円のこのカーブになっている中心に針を入れて、向こうから糸を引き出していきます。こちらの短い方は最後に糸処理をするので、ある程度残しておいて、ここで引き抜きます。そして次の穴に針を入れて、糸を向こうから持ってきて細編みです。針を入れて、糸を向こうから持ってきて細編み。この繰り返しで1周編んでいきます。はい、これで1周目終わりのところまで来ました。そうしましたら最初の目のところに引き抜き編みをするんですが、この時に針を7号から10号に変えます。そしてメランジテイストは2本取りになります。引き抜く時に一番最初の目に針を入れて、新しい糸とこの先ほどの糸を2本揃えて引き抜きをします。そして鎖1で立ち上がって2段目を編んでいきます。その時に増し目がありますので、マーカーで印をつけていきます。真ん中2目開けて、その隣こちらの目と目です。反対側も同じように、真ん中の2目の隣こちらとこちらです。そして今マーカーをつけた目の1つ飛ばして、隣の目1つ飛ばして、隣の目、こちらも同じように1つ飛ばして隣の目、1つ飛ばして隣の目。これでマーカーが8個つきました。このダイソーさんの底板の穴の数が40個ありますので、1段目は40目で編んできました。2段目は8目増えますので48目になります。マーカーのついたところだけ細編みを2目ずつ編み入れます。あとは細編みの上に細編みを1目ずつ編んでいきます。それでは2段目の一番最初は細編みが1つ、そしてマーカーを外して細編みを2目編み入れます。1、2、その隣は細編みが1目、そしてマーカーを外して細編みを2目編み入れます。1、2、そして次のマーカーまでは細編みを1目ずつ、このマーカーで細編みが2目、そのようにして1周編んでいきます。はい、2段目の最後まで来ました。一番最初の目に引き抜き編み、そしてこれで48目になりました。3段目は48目そのまま1段ぐるっと編んでいきます。鎖1で立ち上がって細編み、このようにして1周こちらまで編んでいきます。はい、
これで3段目まで編み終わりました。この時にもこの、糸端が邪魔であればとじ針で処理をしておいてください。では糸処理が終わりましたので、次4段目を編んでいきます。鎖1立ち上がって細編み1に対して細編み1、ずっとまた1周48目細編みを編んでいきます。はい、5段目も同じように編みます。4段目5段目のところまで編んできます。はい、5段目まで編んできました。そうしましたら次は6段目鎖編み1で立ち上がって細編みの頭の向こう側の目だけをすくって細編みをします。いつもは2本一度に取るところを上の向こう側だけを取って細編み、いつもはこの2本に針を入れますが向こう側だけを取って細編み、この要領で48目編んでいきます。こうすると前に1本の頭が出ています。これを後ですくってフリルを編みつけていきます。それでは最後まで編んでいきましょう。はい、6段目最後まで編んできましたので、一番最初の目に引き抜き編み、6段目はこのように1本筋が出ています。そうしましたら次は7段目8段目は細編みで同じように編んでいきます。鎖1で立ち上がって普通の細編みです。フリルを細編みの3段ごとに編みつけようと思っていますので、ここからあと2段7段目8段目普通に編んでいきます。はい、これで8段目まで編み終わりました。そうしましたら次9段目は鎖編み1で立ち上がったら、またこの段と同じように向こうの頭の2本をすくって細編み、向こうの目をすくって細編み、これを1段繰り返して最後まで編んでいきます。はい、これで9段目の最後まで来ましたので、また先ほどと同じように10段目11段目は普通の細編みを2段編みます。1段まで編めましたので、次は鎖1立ち上がってまた向こうだけ向こう半目をすくって細編み、これを1周編んでいきます。はい、こ
これで12段まで編めましたので、13段14段は普通の細編みで2段編みます。はい、これで14段目まで編み終わりました。このまま続けて持ち手部分を編んでいきますので、マーカーで持ち手部分の印をつけていきます。ここからまず7目1,2,3,4,5,6,7 8目目にマーカーをつけます。そして8目飛ばして9目目にマーカーをつけます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 目目、そしてここは7目 1,2,3,4,5,6,7、 これで折り返しです。反対側も同じように7目飛ばして1,2,3,4,5,6,7 8目目にマーカーをつけます。そして8目飛ばして9目目 1,2,3,4,5,6,7,8 9番目にマーカーをつけます。残りは7目です。1,2,3,4,5,6,7 そしてこのまま細編みで次の段に行きます。まずは鎖編み1で立ち上がって細編みを7目編みます。マーカーのところまで来ましたので、マーカーを外して細編みを1編み入れます。そして鎖編み12目編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、そして次のマーカーのところに細編みを編みます。ここから7目1,2,3,4,5,6,7折り返し7目編みます。マーカーまで来ましたので、このマーカーを取って細編みを1編み入れて鎖を12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 そうしましたら反対側のマーカーに細編みを1マーカーを取ります。最後7目1,2,3,4,5,6,7、そして一番最初の細編みに引き抜き編みをします。はい、次は16段目鎖1で立ち上がって細編みを1,2,3,4,5,6,7,8、そしてこの持ち手部分なんですけれども、束に取って細編みを12目編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、12目編めましたら普通に細編みをまた次の持ち手のところまで編んでいきます。はい、反対側まで来ましたので、こちらも同じように束にとって12目1
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、そして本体の細編みに編み入れて最初まで戻ります。はい、ここまで来ましたら最初の目に引き抜き編み、はい、もう一段いきます。鎖編み1で立ち上がって細編みを1、2、3、4、5、6、7、ここまで来ましたら次の細編みとその次の細編みを2目一度で編みます。まずここまで針を入れて糸を持ってきて、ここで引き抜きをせずに次の穴に針を入れて糸を引っ掛けてきます。そうすると針に3本糸がかかってる状態なので、これを一気に引き抜きます。これを細編みの2目一度と言います。そしてまたここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目編みましたらまた細編みの2目一度編みます。次の穴に針を入れて糸を引っ掛けてくる、次の穴に針を入れて糸を引っ掛けてくる、針に3本通った状態で一気に引き抜きます。これで細編みの2目一度ができました。そしてまた反対側まで行きます。1、2、3、4、5、6、7、折り返しです。1、2、3、4、5、6、7、そして細編みの2目一度、穴に針を入れて糸を持ってくる、次の穴に針を入れて糸を持ってくる、そして3本同時に引き抜きます。そして持ち手は10目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目編みましたら細編みの2目一度、穴に入れて持ってくる、穴に入れて持ってくる、3本同時に引き抜き編み。そして最後1、2、3、4、5、6、7、7目編みましたら最初の目に引き抜いて、ここで糸をカットします。はい、ここからフリルを編んでいきます。フリルを編む前にこの糸処理を先にしておきます。そうしましたら次はフリルをここから編んでいきます。はい、
ではサイドからフリルを編み付けていきます。フリルは1本取りです。かぎ針は7号です。この6段目、9段目、12段目のこの筋編みになってる前1本に編み付けていきます。こちらを一緒に編み込んでいきます。鎖3目で立ち上がって同じところに長編みを3目編みます。隣にも今度長編みを4目編みます。はい、また隣ですね。長編みを4目1、2、3、4目、このようにして一周編み付けてきます。はい、それでは最後まで編めましたので、一番最初の立ち上がりの鎖3目に引き抜き編みをして糸をカットしてください。そして次にグリッターベール、これでこの長編みの頭を一周細編みで編んでいきます。はい、そうしましたら鎖1で立ち上がって細編み、糸端はどちらも一緒に編み込んでいきます。長編みの頭に細編み、1目に対して1目です。はい、このようにして最後まで一周編んでいきます。はい、こちらの細編み一周回ってきました。そうしましたら最初の細編みの頭に引き抜いて糸をカットして糸処理をしてください。そして2段目、3段目もこれと同じことをします。1つの筋編みに対して長編みが4目ずっと一周、3段目も同じです。そして長編みの頭に細編みを1目ずつ編みつけます。あと一息です。頑張ってください。はい、これでフリル部分3段完成です。とっても可愛くできました。こちらのバッグで本体にメランジを2玉使って、3段フリルのところに1玉使いました。またアレンジなどされる場合の目安にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。